にちは。今日は7月の22日なんですけど、私は明日からロンドンに行ってきたいと思います。ロンドンは初めてなのですごい楽しみなんですけど、2泊4日で行くので、また今回も弾丸なんですけど、楽しんで行ってきたいと思います。その様子も Vlog していければなと思います。ここ昨日行ってめっちゃ青ターンになってます。ではロンドンの Vlog スタートです。50分のトランジットの時間があるので、さっき空港のスパを予約してもらってたので90分受けて、今はラウンジであと1時間半ぐらい過ごしてます。今マカロンを出していただきました。マカロンとコーヒーを飲みたいと思います。今日はゲート A なので、ラウンジからそのままゲートにつながっているので、このまま飛行機に乗ることができます。私は A の10なんですけど、まだゲートがオープンされてないので、この近くで待ちたいと思います。やっとです。今からロンドン行きに乗ります。ペニンシュラに着きました。シャワーして着替えて用意して、今からディナーに行ってきたいと思います。ロンドンの今回お世話になるご家族の皆さんと一緒に今からこのホテルでディナーするんですけど、明日はその方たちの酒蔵に行きたいと思います。では行ってきます。今日はこのシャネルのセットアップを来ました。バイバイ。朝の4時なんですけど、日本にいる時と全く同じ時間にパッと目が覚めました。ここの今お風呂で半身浴をしてるんですけど、聞こえますかね、スパのボタンを押すとライトが暗くなってヒーリングミュージックが流れてます。めっちゃリラックスできるお風呂です。ここで汗をかいて体を温めて、多分寒いであろう
ジムに行って少し有酸素をしていきたいと思います。また戻ってきてシャワーを浴びます。では行ってきます。暗い。ジムに来ました。下はプールになってます。綺麗。広くて綺麗です。おはようございます。ロンドン2日目になります。今日は朝からジムに行って有酸素してストレッチして半身浴もして準備しました。今日はもうすぐ9時ぐらいにこのホテルをチェックアウトして、昨日お食事もご一緒させていただいた清美さんがオーナーのケンブリッジにあるフォーダムアビーというところに行ってきたいと思います。イギリスで日本人として初めて日本酒の酒蔵を作られた方で、なんと東京ドーム8個分もある土地だそうです。なんかその話とかも清美さんに聞かせていただいたんですけど、すごい直感で決めてここだって思ってそれに向かって走り抜けてきたみたいな感じで、本当にパワーがあって有言実行で本当に本当にかっこいい女性です。お子さんも6人いて、本当に子育ての面でもいつも相談に乗ってもらったりアドバイスいただいたりしています。なので今日もとても楽しみです。清美さんが作るお酒は日本とイギリスの架け橋になりたいということで、架け橋という名前のケンブリッジっていうお酒なんですけど、お酒の価値を上げるためにもう1年に10本しか作ってないらしくて、すごい高級日本酒だそうです。今日はそのケンブリッジのお酒のメンバーしか入れない敷地に入らせてもらって、今日は一泊泊まらせていただきます。その前にいろいろロンドンの街とかを見てから、一個美術館も行ってからフォーダムアビーに向かいたいと思います。では行ってきます。さっきちょっと外のカフェに行ったんですけど、めちゃくちゃ寒くて多分18度ぐらいしかなくて、あまりにも今日は寒そうなのでニットに着替えました。フォーダムに行く前に少し美術館に寄ってから行きたいと思います。行きます。Thank you.
ここはフォーダムアビーなんですけど、このハウスがメインハウスで、今日私が宿泊させていただいたハウスです。ここにすっごい大きな木があって、これとここのオーナー清美さんがここの土地を選ばれるときに、この木を見てもう絶対ここだとこの木で選んだそうです。もう本当にパワーがすごくて、動画では伝わらないんですけど、めちゃくちゃすごいパワーです。こちらに3本の杉の木もあったりして、本当に本当に広い敷地で、ここはもともと何もね整備されてなくて、全部この10年かけてしていったそうです。すごい。またここに来たいと思います。飛行機に乗りました。今からイギリスを出てドバイ経由で韓国に向かいたいと思います。めちゃくちゃ弾丸で2日間だったんですけど、本当に充実してて、またイギリスに行きたいなと思います。またフライト中テレタラ撮りたいと思います。では今からドバイに向かいます。We'll be right back.